ブコロ触りたいです。ごめんなさい、触らない。気持ちいいです、ブコロ。ちょっと毛づくろしてあげましょうか。ちょっと荒れてるんで。こんな感じですか。いかがですか、こんな感じで。よろしいですか。ミミズクですよね。ミミズクはどこ触れば気持ちいいかって全然知らないですよ、ね、犬だとこの辺でしょ。これ気持ちいいの、ブコロ。表情が。ちょっと怒ってます怒ってます怒ってます、ごめん、怒ってますよ、怒ってます、怒って、ごめんなさい、ごめんなさい、触んない方がよかったかな。わかんないよ、触ったことないよ、ミミズクなんて。ごめんなさい、自由ですいません。じゃあ、ブッコロと、ちょっと写真でも撮っておきましょう。はい、ありがとうございます。記念に、ありがとうございます。すいません、自由奔放でごめんなさい。もっとちゃんとしたアナウンサー発注 しますんで、今回は私で勘弁してください。皆さん、今日は赤平の文句散々言ってくだされば、私二度と来ませんので大丈夫です。ツイッターにそのツーショット上げて、これどうすれば、僕、実はツイッターよくわかんなくて、上げるの、普通に投稿すれば上げられるんですか、ツイッターっての。でも僕のツイッターに上げてもしょうがないですよね、多分。上げていただいて。そうすると皆さんが、なるほど、そういうことか。やっぱ自分でツイッターとかまともにやったことないから。そっか。これ僕のツイッターのフォロワーさんも何してんだこいつって なってますよね。これ、そうっすよね。赤いや、突然着ぐるみと写真撮って自撮りしてあげてきたぞって。なりますよね。僕自撮りしない主義で通してきたんだけど、22年間のアナウンサー生活で。すごい、どうしよう。